はい、どうも皆さん、こんにちは、あがるです。本日はですね、長野県の、茅野市というところにある白樺湖というところに来てます。こんな感じです。ちょっとカメラさん回してみてください。はい、白樺湖というのはですね、この白樺、樹皮が白いんですね。このちょっと珍しい変わった木が生えている、白樺湖という湖なんですけども、本日はこの白樺湖から、美ヶ原高原のヴィーナスラインというですね、ドライブスポットへちょっと行きたいなと思います。そしたら行きます。あがるです。あがるです。今ですね、ヴィーナスラインをドライブし始めたところなんですが、車山高原という高原がありまして、そこでですね、スキー場があって、リフトで上の方まで登れるということでちょっと寄り道しています。このような感じでですね、すすきがとっても綺麗ですね。まだ中腹なんですけど、こっからまだまだ上の方に登るんですけど、景色がとってもいいですよ。綺麗。そうしましたらですね、リフトで、山頂の方を目指して行ってまいります。あがるです。はい、あがるです。今、車山高原のですね、山頂の方までやってきたんですが、テラスがあったので、この景色を皆さんにも見ていただきたいと思います。ダダン、どうだ。はい、あがるです。山頂の方へ来たんですが、山頂すぎてですね、天空すぎて雲の中に入ってしまいました。この雲の流れ分かりますかね。あ、流れてる。ぶわーぶわーとですね、この下の方から結構な角度がありますよ。この下の方から雲が風に乗って上がってくるような感じですね。何も見えないけど、マイナスイオンはすごそうです。お肌綺麗になるかなって感じですね。です。晴れていたらこんなような感じで、こう雲海の上にですね、テラスがあって、とても見晴らしのいい、景色のいいビュースポットになるみたいです。あ、なるほど。僕はですね、リフトで上がってきて、帰りもリフトなんですけど、登山をされてる人たちもいっぱいいるんですね。あ、すごいな。しかし霧がすごい。はい、上がるです。せっかくですね、リフトに乗っているんですが、山の上はですね、天候が変わりやすくて、あいにくの景色なんですが、ここはですね、霧ヶ峰高原の中の車山というらしいですね。霧ヶ峰というのは、長野県中部の諏訪茅野にまたがるですね、火山、その火山の中の、一つになるんですかね。車山が霧ヶ峰の中の最高峰の山になるらしいです。最高峰の上の方まで行くと、あのようにですね、雲の中に入ってしまうこともありますよ。あがるです。これでですね、動画が終了だとオチもないですし、ちょっとがっかり動画になってしまいますので、ちょっとこちらへやってまいりました。いかがでしょうか。目の前に見えるのが諏訪湖ですね。そして、諏訪市、綺麗ですね。そして諏訪湖の、左側の方に岡谷市があります。はい、あがるです。先ほどのヴィーナスラインなんですけども、雲の中へ入ってしまいまして、
ちょっとこのままだと運転危ないなということで、ちょっと下ってまいりました。それでですね、ちょっと動画の方にオチがないなということになりまして、急遽こちらの方へやってまいりました。鳥居平山彦公園というところですね。実はここですね、皆さんもご存知の方多いかもしれませんが、映画君の名はの聖地でして、ここがですね、君の名はに出てきたらしいですね。僕見たことないんですけど、めっちゃ景色のいいところですよ。いかがですか？先ほど僕が走っていたのがこの山のところですね。雲の中に入ってしまって、向こう側の方は雲が多いですよね。ここはここで綺麗だな。というわけで上がるです。